アイルランドのロックバンド。アイリッシュ音楽を取り入れたツインリードスタイルで人気を博し、アイルランドの英雄と形容された同国の国民的グループとして知られる。英国圏では創始者フィル・ライノット没後30年以上が経過した現在でもレジェンドとして大きな支持を得ている。創始者フィル・ライノット1972年、バンドロゴ創設メンバーエリック・ベル1972年1969年、フィル・ライノットを中心に、フィルの学生時代からのバンド仲間であるドラムスのブライアン・ダウニー、元ゼムのギタリスト、エリック・ベルと共にダブリンで結成。ただし、バンドの初代マネージャーであるテリー・オニールは、シン・リジーが正式に結成したのは1970年であったとしている。当初はオーファニッチというグループ名でパブなどで演奏を開始する。ある日、ジョン・メイウォール・ブルース・ブレイカーズのセカンドアルバム、ブルース・ブレイカーズ・ジョン・メイウォール・ウィズ、エリック・クラプトンのジャケットで、エリック・クラプトンが読んでいる雑誌、Beanoに興味を持ち、買って読んでみると、そこに掲載されていた漫画の中に、チン・リジーという名のロボットが登場していたのを見つけ、ライノットたちはその名を拝借し、アイルランド人が発音しやすいように綴りを変え、バンド名をシン・リジーとした。1970年7月31日、アイルランドパーロフォンレーベルからシングル、ザ・ファーマーでデビュー。たまたまあるアイルランド人シンガーのレコーディングセッションに呼ばれ、そこでの演奏を気に入られたことから、UK デッカレコードとのレコーディング契約を獲得する。1971年4月、ファーストアルバム、シン・リジーをリリースする。初期は、アイリッシュフォークとロックの融合を軸にした、サイケデリックサウンドを展開、同年ロンドンでの初ライブを行う。8月、印象的な詩の作品、ダブリンを収録した4曲入り EP、ニューディを発表。1972年3月、ブルーオーファン発表。フィル・ライノットの書く美しい詩が充実した佳作だが、セールスにはつながらなかった。バンドは次第にステージパフォーマンスを含めロックバンドへと様変わりし、ライノットの詩もダンディズムを押し出したものへと変貌していく。同年トラディショナルなアイリッシュフォークミュージックをロック風にアレンジしたウィスキー・イン・ザ・ジャーがシングルカットされ、アイルランドで1位を獲得、英国国内でもスマッシュヒットとなる。良くも悪くもこのヒットにより、ショービジネスの中で生き残ることを選択させられる。BBC テレビの長寿音楽番組トップオブザ・ポップスにも初登場。1973年9月、エリック・ベルの印象的なストラトキャスターのカッティングで始まるザ・ロッカーを収録した西洋無頼をリリース。しかし、精神的、身体的な理由からベルがこの年いっぱいでバンドを離れる。後に、ベルはジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスのノエル・レディングのバンドに参加する。ドイツ TV 収録にて1974年1月、ベルの代役に同じくアイルランド人でスキットロー時代からの盟友であるギタリスト、ゲイリー・ムーアに加入を要請。ムーアは約5ヶ月の間ツアーとデッカレコードでの最終レコーディングに参加する。だがムーアはライフスタイルの相違からほどなく脱退したため、新たにギタリストのオーディションを実施。スコットランド人のブライアン・ロバートソン、アメリカカリフォルニア州出身のスコット・ゴーハムが加入。ツインギターの4人編成となる。新メンバーにより7月よりアイルランドツアーを開始。デッカとの契約終了後、ワールドワイドでの活躍を求めて新たに UK フォノグラム傘下のバーティゴと契約。同年10月、グループ4作目にあたる。ナイトライフをリリース。解散まで続く、レスポールギターによるツインリードギタースタイルにフィル、ライノットの表現力豊かなボーカル、ブライアン・ダウニーの堅実なドラミングがマッチし、1975年8月発売のファイティングでそのスタイルは確立される。前後して1975年3月、初のアメリカツアーへ向かう。なおリジーは、もともとはシーガーのナンバーである。ロザリーをカバーしている。ノルウェーオスロ公演1976年3月、代表作とも言われる脱獄を発表。全世界で200万枚を超えるセールスを記録する。3月より英国ツアー、4月にはシングル、奴らは街へをリリース。さらに5月には全米ツアー、7月には再びイギリスで追加公演とハードスケジュールをこなす。さらに同年8月、コンセプトアルバム色の強い詐欺師ジョニーを制作、10月にリリースする。これらの精力的な活動の結果、シン・リジーはスタジオプロデュース作品、ライブパフォーマンスのいずれでも非常に高い評価を得る。11月よりプロモーションツアー。この時期の熱狂的なライブは後にライブ&デンジャラスとしてリリースされる。1977年、前年末に負傷したブライアン・ロバートソンの代役として再びゲイリー・ムーアにツアー参加を依頼。当時コロシアム2のメンバーだったムーアは同バンドを脱退しないままこの要請を受託し、1月よりクイーンとの全米ツアーザ・クイーン、リジーツアーに参加。帰国後、バンドは再びロバートソンと共にレコーディングを開始する。9月、バッドレピュテーション悪名発表。オランダヘレーン公演1978年6月、初のライブアルバム、ライブ&デンジャラス発表。7月の全英、欧州でのショーの後、8月にブライアン・ロバートソンが脱退。バンドはゲイリー・ムーアの加入を正式に告知。スコット・ゴーハムを除くメンバーは、ムーアのソロリーダーアルバム、バック・オン・ザ・ストリートの制作に参加。グループとしては、ロンドン、パリで新しいアルバムの制作を開始。1979年4月、トニー・ビスコンティプロデュースによるアルバム、ブラック・ローズを発表。タイトル曲は、ケルトミュージックと独自の叙事詩を融合した曲であり、シン・リジーの集大成とも言える曲である。4月より全英ツアー、9月にはジャーニー、AC、DC、ドゥービーブラザーズらとの全米ツアーを行う。このツアーの最中にバンド内でのトラブルからゲイリー・ムーアが失踪。急遽、ビサージ、ウルトラボックスの未知ユーロを呼びスケジュールを消化、すでに日程を組まれていた日本公演にもメンバーとして来日させている。ウェールズ・カーディフ公演1980年、バンド存続のため、ピーター・グリーン、ピンク、フロイドなどのセッションギタリストをしていた、スノーイー・ホワイトを参加させ、先行シングル、奴らは、レディキラーをリリース。しかし、続く、フルアルバム、チャイナタウンや、キーボーディストのダーレン・ウォートンを加えて制作した1981年の反逆者では、バンドの方向性を見失い、1982年、自らのライフスタイルを揶揄した、シングルトラブルボーイズ、メモリーペインが、不発に終わると、間もなく、スノーイ・ホワイトが脱退する。バンドの人気の低下と、スコット・ゴーハムが、自身のリハビリテーションを望んだことが、きっかけとなり、メンバーは、ライノットに、バンドの解散を、提案。さらに彼らの所属先のレーベルもフィル・ライノットのソロ、活動のみを良しとする回答を出していた。ジョン・サイクス1984年しかし、アイアン・メイデンがステージで虐殺をカバーしてオマージュを捧げたことや、欧州でのハードロックマーケットの拡大、当時のノイズブームなどに新たな光明を見出したフィル・ライノットは、ソロとして独立しようとしていた元タイガース・オブ・パンタンのギタリスト、ジョン・サイクスをグループに加入させる。1983年、サイクスを迎えて制作された。サンダー&ライトニングは、サイクスとスコット・ゴーハムのギターが激突する最後のスタジオアルバムとなった。3月にはイギリス最終公演。9日から12日までの4日間、ロンドンハマースミスアポロでは、歴代メンバーをピックアップしてレコーディングを敢行。不本意ながらも契約最終作としてライブ版ラストライブをリリースした。同年4月にアイルランド公演。日本での最終公演は5月17日の中野サンプラザ。解散後の1985年頃には、ブームタウンラッツ時代から、シン・リジーの前座に起用されるなどライノットに、恩義のあるボブ・ゲルドフの依頼により、ライブエイドでの1日限りの再結成に向けての話し合いも行われていた。1986年1月4日、ピルライノット、ヘロインの過剰摂取による内臓疾患、敗血症により死亡。36歳。同年5月、アイルランドの失業者支援コンサートセルフエイドにおいて、シン・リジーは、一夜のみの再結成ライブを行った。メンバーは、ゲイリー・ムーア、ブライアン・ダウニー、スコット・ゴーハム、ボブ・デイズリー。イタリア・ミラノ公演1996年から、ジョン・サイクス、スコット・ゴーハムが核となり、シン・リジーの名前で活動を開始する。2004年には、ディープ・パープルのサポートとして、全米ツアーに参加。この間にはフィルへの追悼版や新たなベスト版が多く発売されている。2005年8月20日、フィル・ライノットのアイルランドへの功績を記念して、ダブリン市内にブロンズ像が建立され、式典ではゲイリー・ムーアを中心に過去のメンバーが集結して、シン・リジーの曲が演奏された。創設メンバーブライアン・ダウニー2009年2006年3月から、英国、欧州で、フィル・ライノットの没後20周年を記念したツアー、20/20が行われた。このツアーのメンバーは、サイクスとゴーハムの他に、マイケル・リーとマルコ・メンドーサ。2010年5月、ゴーハム、ダウニーを中心に再結成。その他のメンバーは、ダレン・ウォートン、ビビアン・キャンベル、マルコ・メンドーサ、リッキー・ウォリック。その後、ダウニー、ウォートン、キャンベルが脱退。残されたゴーハムはデーモン・ジョンソンとジミー・デグラッソを加え、2012年よりブラックスター・ライダーズ名義で活動しているが、機会があれば、シン・リジー名義も使用するとしている。1970年代中盤、全米ツアーに出ていたシン・リジーのメンバーは、移動の車内で、ラジオから頻繁に流れるピーター・フランプトンの大ヒットライブアルバム、フランプトン・カムズ・アライブ。お耳にする。その頻度があまりにも多かったため、フィルはついに激怒し、こんなもの俺たちにだって作ることができる。と言い放つ。その結果制作されたのが、リジーのライブアルバムで代表作の一つでもある、ライブ&デンジャラスである。2019年10月3日に、母国アイルランドよりバンド結成50周年を記念する郵便切手が発行されたが、先日の通り初代マネージャーのテリー・オニールは正式な結成を1970年であるとし、2019年の発行では1年早いと主張した。これに対してアイルランド郵政は彼らが一緒に演奏することを決めた時点から50周年であるとした。結成50年を記念し企画されたボックスセット。7バージョン、デモ音源。ラジオ出演時のスタジオライブなどのレア音源やテレビ、出演時のレア映像などを収録している。マーク・プッターフォード、フィリップ・ライノット、ザ・ロッカー、キャッスル、1994。ありがとうございます。